はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは、なんと、アメリカ、アップルはい、なんで夜中にですね、いつもこういう大きなニュースが舞い込んでくるんでしょうか、まあ、夜中にだってですね、あの、熊さん、この大ニュースをですね、目にすることが多くてですね、寝られない日々が続いております。え、現在、<laughs> 夜中の3時8分。はい、まだ、あ、まあ関係ない。どうい行こうか。あの、なんとですね、これですね、大ネタです。これね、大ネタでございます。はい、アメリカのアップル。はい、なんとあの、あの、iPhone とかですね、iPad を生産しているあの、アメリカのアップルがですね、このアップルに、え 補品をで、部品をですね、納入ししてているサプライイヤー7社が、なんとウイグル人の強制労働に関与していたことが報道されました。でね、これ記事読んだんだけれども、これね、間違いないと思います。間違いないと思います。はい。アップルにですね、部品を納入している7社っていうのは、これでどれもこれも全部中国の会社なんですよ。でね、この中国の会社がですね、中国の国内に工場を建てました。どこに建てたんでしょうかはい。あの、新疆ウイグル自治区に建てました。でね、この、ね、工場を建てたですね、その横にはですね、え、あの、強制労働施設、あの、強制収容所があります。ウイグル人の強制収容所があるんです。で じゃあ、建てた工場はどんな工場なのか。なんとですね、有志鉄線に囲まれて、そしてですね、監視塔までついています。ほぼ刑務所。ほぼ刑務所。ザ、強制労働施設、はい。もうこれも、これ完全にですね、あの、これやっちゃいましたね、アップル。これはやってしまいましたね。もう言い訳できないよ、これ。うん。これ完全にですね、あの、ウイグル族のですね、強制収容所とえ強制労働施設がセットになったところからですね、生み出された製品がですね、えー、アメリカのアップルにですね、納品されていたということがですね、明るみになってしまいました。 これやばいことになりましたよ。 これ、これ明日以降は結構荒れますよ、うん。iPhone、売れなくなっちゃうんじゃないはい。iPhone はですね、このウイグル人のですね、強制労働によってですね、生み出された部品を使っているなんていう話になったらですね、売り上げ激減という形ありますよ。ありますよ、うん。でね、これね、何がそんな大変かというとですね、これ今日のニュース、これ別件の今日のニュース、これね、またアメリカの国務省がですね、あのウイグル族らへのですね、中国の宗教理由を、宗教理由にですね、弾圧しているという形で、中国を批判したところだったんですよ。 アメリカの国務省がね、あの中国はですね、宗教を理由にですね、ウイグル族を批判してるじゃないかということで、またあの厳しいコメントを出した直後にですね、はい、えー、そもそもアメリカのですね、このアップルがですね、えー、ね、作っている iPhone であるとか iPad っていうのは、ウイグル族の強制労働によって作られた部品を使っているじゃないかっていうあの太陽光パネルみたいな話あんな感じになっちゃったんですよ。 これね、あのね、これね、他のニュースもいくつかあってですね、これちょっとアメリカのですね、対中強行姿勢、これね、他の世界各国とですね、こう足並みを揃えてですね、対中強行姿勢をですね、こう、醸し出していた、こう、アメリカのですね、足並み一これ乱れつつあります。これ多分ね、乱れてきてる。 これまずいのがですね、これね、まあ、これもまた後でさらって思うか。あのね、シャオミってあるじゃないですか。これあの中国の企業でシャオミってあるんですよ。要するにアメ,アメリカのですね、アップルのライバルみたいな会社なのね、スマホを出していたりとかして、うん。アメリカのアップルのですね、ライバルみたいな会社のこのシャオミがですね、これね、トランプさんがですね、大統領だった時に、やっぱ中国の企業はけしからんということで、アメリカの中でブラックリストに入れていたんですよ。もうまともに経済活動ができない状況にしてい,いたんだけれども、これバイデンがですね、このブラックリストからシャオミを外しちゃいました。これもですね、今日の話なんですよ。 これも今日の話なのよ。バイデンがね、シャオミからですね、シャオミをですね、アメリカのブラックリストから外して経済活動ができるようにしたと。え、と同時にですね、はい、アップルとかですね、アップルのこの iPhone であるとか iPad とかですね、の部品、使われている部品がですね、中国のウイグル自治区で、ウイグル人の、えー、新疆ウイグル自治区で作られていたということもが明るみになっちゃったんです。何この偶然。アメリカ大丈夫なんでしょうかこれ結構大変なことになりますよ、今後。 うん、で、シャオミってね、本当にね、大きな会社なんですよ。これ見たらわかるです。これ。世界のスマホ市場が急回復と、好調な中国勢。シャオミは世界第2位のアップルに肉迫っていう、この記事がね、2日前に出たところだったんですよ。ね。上位を占めるのはサムスン、アップル、シャオミ、オッポ、ウィ,ウィボっていうのかなうん。いずれも出荷台数がですね、30%以上増加しており、え、特にシャオミはですね、昨年同期比で80%増だったという形で、これね、アップルに肉迫していアップルを抜くんじゃないかって言われていたんですよ。 こんなことを言われている時にもかかわらずですね、バイデンはですね、このシャオミを自由に経済活動できる状況にしちゃったんですよ。せっかくトランプさんが抑えてたのに。 と同時にですね、アップルのこの売り上げに明らかに響くであろうですね、この iPhone の部品とか、iPhone とか iPad の部品にですね、え、このウイグル強制自治区で,です、ねあ、何言ってんだ <laughs> え、え、えちょっと眠たいんだ。俺ちょっと眠たいんごめんな、ごめんな。もう眠たいんだけどね、さっそく寝ろっていう話じゃない。ごめんな。でもね、大きなニュースだったからさ、ちょっと、ちょっと、読ませて、読ませて。というわけでですねえ、これアップル大変なことになりました。シャオミが、シャオミの足かしが外れてる、ライバル、中国の企業のライバルである、シャオミの足かしが外れてですね、これがっつりとアメリカ アメリカの国内でもですね、え、対等してくるであろうというタイミングでですね、アメリカアップル、はい、iPhone であるとか iPad にですね、あの中国のですね、え、新疆ウイグル自治区の子ね、ウイグル人たちの強制労働で使われた部品が使われてるんじゃないのかという疑いがですね、これ、もうほぼ確定だと思ます、濃厚だと思います。という記事が上がってきてしまいました。明日以降、アップル周辺荒れそうですね。ではちょっとこの記事を読んでいきましょうか。はい。アメリカアップル、サプライヤー7社がウイグル人の強制労働に関与という報道が出ました。はい。アメリカメディアインフォメーションが10日に公表した、えー、調査報告によると、 ハイテク大手アップル社に部品などを提供するサプライヤーのうち7社がウイグル人の強制労働に加担していると。あ、もう断言してるんですよ。加担しているんです。これ記事を言っていけばわかります。どんな工場なのかとか全部わかります。はい。えー、調査は未発表の写真やビデオ、中国当局者のコメント、および中国政府系メディアの報道などを引用し、アップル社と取引のあるサプライヤーによる強制労働の実態を確認したと。で、この7社っていうのはね、ここに書いてあるこれ、ま、全部中国語だからね、うまく読めないから読みませんけれども、これ全部中国の会社なんですよ。 で、調査報告によると、7社は中国当局の貧困撲滅プログラムに参加をしていると主張すると。これらの企業はアップル社に対して、電池部品や塗料、組み立てサービスを提供している。中国共産党政権は、新疆ウイグル自治区の100万人以上のウイグル人住民をえ公金したとされている。最近ではウイグル人女性が、不妊手術や中絶、否認を強制されていると報じられていると。これはですね、イギリスの BBC が報じましたね。これ全部事実なんですよ。 中国共産党がウイグル人に行っているジェノサイド、トランプさんとかポンペイさんはジェノサイドと見ました。これは全部の事実だったんですよね。うん、で、中国当局は、貧困撲滅プログラムを通して、実際にウイグル人への民族浄化政策を実行している。公金されているウイグル人の多くは、強制労働を強いられ、勤務時間外に思想教育を受けなければならず、24時間監視をされています。はい、報告書は10年以上にわたり、アップル社に重要な部品を供給する、えー、これはレンテン鍵っていうんですかね。レンテン鍵は、えー、新疆ウイグル自治区の砂漠地帯 に工場を設けましたはい、新疆ウイグル自治区の砂漠地帯に工場を設けたんですそしてこのと工場のすぐ隣には強制収容施設があるんですウイグル人たちの強制収容施設があるんですそして建てたこの工場の周りっていうのは壁とフェンスで囲まれ出入り口は一つしかないそうです AP 通信は2018年の12月連転鍵の同工場の写真を撮影したとえ工場の隣にアルトシュ市の再教育収容所アルトシュ市、えー、職業技能教育 訓練センターがあると、これは要するにあのウイグル人たちのね強制収強制収容所なんですよ。うん、で工場はですね、有志のフェンスで囲まれ、監視塔が設置されていると。そんな工場を世界のどこにあるんだよ。もうほぼ刑務所、ほぼ刑務所です。だからどこの工場にさ有刺鉄線で囲まれて高い壁で囲まれて監視塔がついている工場があるんですか。こんなのね強制労働施設なんですよ。アウシュビッツみたいなもんですよね。強制労働施設なんですよ。 はい強制労働施設ということはもう確定しました。この中で作られた部品がですね、アップル,のののあのアップルが生産しているですね iPhone であるとか iPad に使われているということが確定しちゃったんです。さあ、どうする、アップル。はい、インフォメーションは、アップル社の他に、<coughs> えどこかなあ、ここだ。うん アップル社は、インフォメーション宛ての声明の中で、同社が強制労働を含めて、世界各国のサプライヤーに対して、確認を行っているとし、COVID-19、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の制限の下で改めて調査を行ったが、強制労働に関与した証拠は見つかっていないと示したと。これ、残念ながら嘘なんですね。 どうするんだろうねインフォメーションはアップル社の他にこの7社の企業と取引をしている欧米企業はなんとグーグル、サムソン、アマゾン、テスラ、デル、レノボ、BMW、シスコ、ヒューレータ・パッカードなどがあると指摘をしました。これ西側諸国のですね、大手企業ばっかりですね。はい。アップル社やナイキー、コカ・コーラなどのアメリカ企業は昨年中国でウイグル人を強制労働させて作られた製品の取引を禁止するウイグル人強制労働防止法がアメリカの上院で審議されていた際、同法案に反対して 反対するロビー活動を行っていたアップルさんは残念ながらですねうちが作っている部品の中うちが作っている製品に使われている部品の中にはウイグル人たちが強制労働で使った部品が含まれているっていうことをですねアップルさんは知っていたんじゃないですかだから反対したんじゃないですか いやー、これ大変なことになってまいりました。これ大変なことになってまいりましたよ。でね、この後報道が出る、ちょ、ほんの直前にですね、アメリカの国務省がですね、出した声明発表しましょうか。読みましょうか。いきますね。ウイグル族らへの宗教理由に弾圧と中国を批判しました。アメリカ国務省の報告書。いやー、皮肉だね。皮肉だね。これね、自社のですね、アップルをも批判することになっちゃうんだけどね。いきますね。アメリカ国務省は12日、世界の信教の自由に関する2020年度版報告書を発表したと。え、公表したと。ブリンケンケ国務長官は記者 会見で中国政府による新疆ウイグル自治区でのイスラム教徒の少数民族ウイグル族らへの弾圧などについて中国は宗教的表現を広く犯罪と捉えているとウイグル族らに対する人道に対する罪とジェノサイドを続けていると批判したしかしこのジェノサイドの恩恵をですねアップルが受けていたんですよどうするブリンケンはい。報告書はですね中国政府が、えーえー、宗教的過激主義や、えー、暴力的テロリズムなどを理由にイスラム教徒や、えー、宗教少数派による宗教化 のの制限を正当化しているるとと、批判。ウイグル族の支援団体によると中国当局は18年以降にも少なくとも518人の宗教家を拘束したとしたと。イスラム教徒の出生率を下げるために封印手術を強制し、礼拝などの宗教行為を行っていないことを確認するために家宅捜査を実施したのだと指摘をしていると。また、オーストラリアの研究機関、戦略政策研究所、今ね、有名になってきましたね、ASPI ですね、が20年の9月に公表した報告書を引用し、自治区で全体の65%に当たる 16000万6千のモスクが破壊されるなどしたと紹介、えー。中国政府が17年の4月以降にウイグル族など100万人以上を、えー、強制収容所に拘束したと推定されると、改めて指摘をしたという形になったんだけれども、こういったですね、中国共産党が行っているウイグル族へのです、ね、ジェノサイド、この恩恵をですね、よりによってあのアメリカの代表的な企業であるアップルがこの恩恵を受けていたということがですね、常に報道されてしまいました。これ明日以降ですね、多分アメリカ国内でもかなり大きく取り上げられるはずです。 はい。これどうなっていっちゃうんでしょうかこれは、これ、ちょっと大変な問題になっちゃいましたね。ね。これね、もうね、あもうちょっと困っちゃったね。これ、だって iPhone ユーザーたくさん、熊さんはですね、iPhone 使ってませんだ。あの、Android だからね。これね、iPhone ユーザーの皆さん、iPad ユーザーの皆さん、これ、ちょっと困りましたね。 買い替えどうする ?iPhone の買い替えどうしますかという形でですね、これね、これはかなり大ネタで、大ネタでしたね。うん。アメリカを代表するあのアップルがですね、生産している製品にですね、あの中国のですね、ジェノサイド、中国のジェノサイドで一気に有名になってまいりました。ウイグル人のですね、新疆ウイグル自治区で作られたですね、部品がですね、はい、使われているということがですね、報道されてしまいました。はい、明日以降のアップルの株価どうなっちゃうんでしょうか明日以降のアップル周辺の報道どうなっちゃうんでしょうかこれちょっと楽しみになってきましたね。クワさんもこれね、この情報をですね、 私もですねこれかなり興味深い情報なのでずっと追っていきたいなと思っていますのでもしよろしければチャンネル登録お願いしますというわけでさんの動画を終わりたいと思いますバイバイ